はい。トラックユーチューバーです。トラックユーチューバーです。トラックユーチューバーは今、夜勤を置いて帰っています。で、何の夜勤かというと、大型トラックで自動車部品を運んでおります。でね、今まだ、見習い中なので、トラックで YouTube を撮ることができないです。まあ、トラック独り立ちすればね、トラックのいろいろな部品だとか、備品、あと装置ですね、メーター類とかシフトとかブレーキだとか、まあ、トラックにまつわることをいろいろ動画で上げていきたいなと思っています。でね、私は1年弱ですね。他の仕事してました。インターネットでまあお金稼ぎを。小遣い稼ぎをやっておりました。で、この度ね、またトラックドライバーで戻ろうと思ったわけですよ。で、まあ、YouTube はもともとやってたんで、YouTube で何か情報発信をしながら、まあ、YouTube はいろいろ稼げるツールです。インターネットでね、集客したり情報発信したりして稼ぐのは YouTube が一番です。なぜかというと、それはタダでできるからです。 YouTube だと無料でできるんですね。なので、YouTube というのは本当ネットビジネスには欠かせないツールです。で、いろんな情報、何の情報でもいいんですけどね、それをいかにお金に変えてしまおうかということです。まあ、YouTube 自体アドセンス広告でまあ稼ぐことができますので、そのあたりはまた順を追ってですね、皆さんに紹介していこうかなと思っております。で、今ですね、チャンネル登録は一人もいません。果たしてこの動画も誰が見てくれるやらです。まあ、一人二人や三人や十人や百人ぐらいは見てくれるのかなと思います。で、まあ、来週からですね、なんか九州の方の仕事を覚えてくれと。まあ、私、山口県に住んでいるんですが、九州の方に行ってくれないかと。今、市内でちょろちょろやっているんですが、九州方面に興味はないかいみたいな感じで。まあ、興味はないことはないんだけど。まあ、そっちの方で、どうですかと、尋ねられたので、ああ、いいですよ、と。いいですよ、と。まあ、二つ返事って言うんかな。それで、OK しました。で、来週からやるようなんですが、まあ、わかりません。まあ、そうすると、まあ、市内をちょろちょろ走ってても、あんまり景色変わんないですね。同じような景色なんですけれども。まあ、国道とかを通ると、いろんな風景が流れていきますので、
それでまああのトラックを転がしながら昔のなんか嫌な思い出とか面白い思い出などを YouTube で発信できればなと思います。雪に滋賀県で雪にはまって目に遭ったことや名神高速でパンクした思い出だとか東名高速でバーストをして死にそうになっただとか、あるいはなんか楽しいまあね、まあ楽しい思い出はたくさんあるんですけれども、なかなか YouTube には流せない、 YouTube では言えないような内容もありますので、それはまあこらえてくださいといったところです。夜勤はですね、昨日の5時からやっています。昨日の5時からやってですね、で、午前4時過ぎに終わりましたと。ちょっとね、今から牛丼買って帰ります。まあ、それでは、皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。